はい、皆さんこんにちは。今回はですね、島根県の日本海側にありますドライブインをご紹介しようかなと思います。こちら24時間営業ということで、うどんの自販機があったりゲームコーナーがあったりと、もうこれ懐かしのドライブインですね。懐かしのドライブイン、いざ入店。結構ね、なんかゲームセンターみたいなありますね。はい、今日はこちらに来ました、ドライブイン日本海ですね。懐かしの、ドライブイン、なんかいろんなね、懐かしい今でも見たりするんですけど、動いてないやつ、ここは動いてるという感じで、でこのねレトロゲーム機インベーダーゲーム、これ一回やったことあるんです。でこういう感じです。まあその方がうどんの自販機とか、まあパンとか、これ新しい台ですね、比較的。というわけで、もう洗濯の余地もありません。小銭がないので両替いたします。ちょうどこのシーズン梅雨ということでね、お札が湿ってんですよね。ここはメジャーの天ぷらうどんを注文しました。25秒で完成です。具は下にあるそうですね。身が入ってるね。いただきます。
うまい。下道6時間かけてきた意味があった。あ、足もいい感じですね。出汁がしっかりしてます。薄味ではないですね。ごちそうさまでした。よし。はい、というわけで今日の懐かしの、ドライブインシリーズ、島根県の日本海ドライブイン日本海にやってきたわけですけどね、これは24時間営業なんですけど、新しい台から懐かしの台、いろいろねありますね。そして目の前にあるインベーダーゲーム、卓上ゲームですね、あったりね、なんかいいですね。で、まあ、昔ハンバーガーとか売ってたのかな、なんかそういうゴミ箱入れみたいなのありましたので、で、この前にね駅が、山陰本線の駅があったり、日本海が見渡せたり、するので、なんか非常にねロケーション的には、いいかなという感じですね。というわけで皆さんもね、機会があればぜひ行ってみてください。今日はありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。いいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。